民進党は今日代表選挙について今月21日に告示し、来月1日に投開票を行う日程を正式に決定します。すでに枝野元官房長官が立候補を表明し、前原元外務大臣も夕方立候補を表明します。中継です。その前原氏ですが、この後12時から行われる自らのグループ会合でまず決意を表明します。代表選に向けた党内の動きがいよいよ活発になってきました。昨日の夜は前回の代表選で前原氏を推していた大畑元幹事長ら十数人の議員グループも会合を行って前原氏を支持する方針を確認しました。対する枝野氏も菅元総理や有力議員との面会を重ねるなど支持固めに精力的に動いていて、来週にも正式な記者会見を行う予定です。代表選は前原氏と枝野氏の一騎打ちの構図かと思いきや、実は党がごたごたしている今、こんなことをやっている場合ではないと候補者の一本化を目指す動きもあります。一方で若手を中心に民主党政権時代の古い顔ぶれではダメだという不満もあり、玉木氏、枝氏、現場氏など第三の候補者を模索していますが、調整は難航中です。結局一騎打ちなのか一本化するのか、第三者が立つのか、構図が固まるまでまだ時間がかかりそうで、スタートラインから様々な思惑が交錯しています。